ばんは、あいかです。今日はですね、大変お待たせしました。スックのサマーコレクションの装置とメイク紹介していきたいと思います。今回はですね、発売日がちょっと出張と重なってしまったので、紹介が遅くなってしまったんですが、意外とね、なんか買いやすかったということで、発売日より後にね、これ在庫あるじゃんみたいな感じで、最初から諦めてたんだけど、ゲットしましたっていう方もいらっしゃったりとか、撮影している今日時点ではまだね、在庫のあるアイテムもあったりで、割と余裕を持ってゲットできるコレクションかなと思います。もしかしたら今回のサマコレがスックの初めての限定アイテムですという方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひねこの動画が参考になると嬉しいです。それでは早速アイテムの装置から紹介していきたいと思います。スックのコレクションのね、主役といえばやっぱりアイシャドウパレットですね。シグニチャーカラーアイズ、今回は限定色が2色発売になりました。まず138番ですね。個人的にはね、パッと見こっちの方が本命でした。そこにプラスしてハイライトカラーと締め色になってくれそうな2色のカラーがそれぞれザクザクのね、多色ラメなんですよね。もうこれが可愛すぎて、メイクで使うのがね、本当に楽しみだったアイテムです。そしてもう一色が139番。138に比べると、ちょっと夏っぽさがね、あるかなという印象なんですが、まあ、ザ・夏っていうのとね、ちょっと違って、やっぱりスックらしい夏っていう雰囲気ですね。マットオレンジが主役かなと思うんですが、まあ、全体的な色味も割とオレンジ系統でまとまっているので、鮮やかな配色ではあるんですが、まあ、オレンジ系のカラーが得意っていう人であれば、あまり悩むことなく使えるパレットかなと思います。そして今回のコレクションの完全に限定のアイテムですね。リップとしてもブラッシュとしても使えるジャータイプのカラーアイテムが限定3色で登場しました。その中から私が購入したのが S01 番、カミツというね、夏らしい明るさを感じるようなブラウン。それから S02 番、イチゴ飴ですね。もう名前も可愛いんですが、色味もね、パッと鮮やかな、かなり赤寄りのピンクっていう感じのお色味です。最近は練りやリキッドのチークアイテムも使いやすいものが増えてますよね。スックからこういうタイプが出るの久しぶりなので、これも使用感楽しみにしていたアイテムです。そしてリップアイテムが今回私が好きなリキッドルージュですね。トリートメントラッピングリップから限定色が出ました。107番のくすみ感のあるイチゴカラー、そして108番のイエロー味の強いオレンジのようなカラーです。今回のカラーは限定なんですが、こちらのアイテム自体は今までもね、何回か出たことあるんですけど、ツヤ感と発色がしっかりしてくれるんですよね。そしてリキッドではあるんですが、実際に1日つけてみると結構ね、唇にピタッと密着してくれて、持ちの面でもツヤ系リキッドリップにしてはいい方なんじゃないかなと思います。これのね、特に107番私かなり推していますので、ぜひね、実際に塗ったところをね、見てみてもらいたいと思います。それではですね、それぞれのシグニチャーカラーアイズに合わせて2ルック作ってみましたので、ご覧いただけたらと思います。スックのサマーコレクションを使ったメイクスタート。アイカチャンネル。それではですね、シグニチャーカラーアイズ138番を使ってメイクしていきます。公式サイト見たら、アーティストさんはね、このキラキラカラーを最初に使われていたんですが、ちょっと違った使い方してみようと思うので、まずマットカラーから使っていきます。まずはですね、ピンクからいきましょう。最近自分でもほんとピンク好きだなと思うんですが、これをふわっとのせていきます。際を濃くして薄く眉下まで広めに広げます。こんな感じ。しっかりね、この主役のピンクを使っていきます。はい、そうしたら下まぶたに細めのブラシを使ってピンク入れていきます。そしたら右上、ちょっとグレイッシュなカラーですね。これを下まぶたに重ねて、もう少し幅を広げます。今度は平筆にこのカラーを取って、目頭側、ここですね、少し影を入れていきます。そんなに暗すぎないカラーなので、グリグリ入れます。そうするとちょっとピンクの目頭だけ違う色が入ったの分かるかな。こんな感じ。一見難しそうなんだけど、ちょっとくすみ感足すのに便利なカラーの気がする。そしたらいつもラメをのせるのに使っているブラシに変えて、左上、これを今右上を入れた後ろのあたりですね、このあたりからマットとキラキラで縦割りグラデにしてみます。普段だとこういう暗いカラーを目尻に持っていって、キラキラカラーをまぶたの中央だったりとか目頭にのせたりするんですけど、こういう逆バージョンにしてみます。可愛らしいピンク色の上にこのパープル味のあるラメを重ねることで、少しクールさがプラスされます。そして小さめの筆ペンみたいなブラシに右下のカラーを取って、キラキラの落ち着いたカラーなんですが、メタリックっぽいお色味ですね。これを黒目の終わりあたりからアイライン代わりに入れていきます。
そっと引き抜くこともできるので、濃すぎず、でもアイラインのようなイメージで色をのせられるブラシです。こんな感じ。そしたらマスカラは、スックアイラッシュマスカラウォータープルーフの01番ブラック。いつもはリキッドのアイライナーも使うんですが、今日はこの締め色を少し太めに入れることでアイラインの代わりにします。そしたらちょっとチークはね大事とって先にリップいきます。トリートメントラッピングリップの107番、これ可愛いよね。大人なイチゴカラー、イチゴといえば春なんだけどちょっとクールなんだよね。夏のイチゴ色って感じ。しっかり赤み出てくれてメイク全体引き締めてくれるんですが、鮮やかすぎないこのちょっとしたくすみ感がデイリーにリアルに使える感じでいいですね。このカラーめっちゃ好き。しかも塗り心地も本当にトリートメントをラッピングされてるような唇が潤った感じが続きます。じゃあ最後にこちらもリップとして使えるんですが、クリームタッチブラッシュ&リップ02番をブラッシュとして使っていきます。ちょっと手元で調節しながら、薄かったら重ねたらいいので、つきすぎたらねぼかすの大変だから手元で調節してちょっと薄いかなくらいでチーク部分にのせていきます。これくらいの発色だったらいけるかな、まあ、最近は練りチークでも結構扱いやすい淡い発色のもの多いので、それに比べると少し色がはっきりしている分難しく感じるんですけど、ちゃんと手元で発色具合チェックしてからのせてあげたら大事故にはならないかなと思います。そしてこういうクリアな感じの練りチークのいいところは内側からにじみ出るような発色をしてくれるところですね。なのでもちろんこの上からパウダーチークを重ねてもいいかなと思います。今回はサマコレだけでメイクしたいのでこれ単色で仕上げてみました。こんな感じでシグニチャーカラーアイズ138番を主役に使ったメイク完成です。それではシグニチャーカラーアイズ139番を使ってメイクしていきます。まず右上のカラーから使います。これをアイホールに入れていきます。結構難しい色だよね。このパレットはラメカラーがすごく綺麗なんだけど、全体の色味としては私は難易度高く感じます。なのでちょっとふわっと入るブラシで恐る恐る、こんな感じ。そしたら次平筆に変えてオレンジいきます。結構鮮やかな色だけどこのパレットの主役って感じなのでしっかり使っていきます。でもやっぱり恐る恐る、あでも私右上単色だと結構くすんで見えてるなって感じだったんですが、まだオレンジ重ねた方がマシ。これを二重幅より少し広めに、こんな感じ。おーいいんじゃない。ブラシに余ったものを下まぶたにサッと、おーあよかったよかった、なんとか形になりそう。際から二重幅より少し広めに入れてブラシに余ったものを下まぶた、まあ、いいんじゃないいいんじゃない、こんな感じ でさらにまだブラシに色残ってたらこれを眉にも入れちゃいましょう。そして、まあ、このパレットねパッと見これが主役っぽくあるんですが、私が使いたかったのはこの色ですね。これはね好きでしょう。これをたっぷり使いたいのでボサボサのブラシにとって広くのせちゃいます。かわいい、もう可愛い色はできるだけ広い面積に入れたくなりますよね。もちろんこれをギュギュッとねライン状に入れてもキラキラしてすごく可愛いと思うんですが、ふんだんにまぶた全体にまぶしていきます。ちょっと際開け気味ですね。こんな感じで、わー可愛い、めっちゃ可愛いよ。こんな感じで入れたらちょっとこれ下まぶたにも入れたくなったので細めのブラシにとって下まぶたに、いつも下まぶたにラメのせるときはたまげのブラシを使ってるんですけど、それだともうちょっとこうぎっちりここにラメカラーのせてますって感じで輝いてくれるんですが、先に下まぶたにのせた色とふんわりなじませたいのでこういうつくし型のブラシで入れてみます。そうしたら最後このカラーですね、細筆っぽいブラシにとってこの目尻のここですね、隙間を埋める感じで、わーでも目の下にちょっと飛びますね。じゃあ気を取り直して反対側もちょっと落とさないように、こういう多色ラメの可愛い締め色ってだいたい目の下に飛びますよ。こっちはいい感じに入れられました。こっちももう少し黒目の上あたりまで広げます。こんな感じ、あめっちゃ可愛いんじゃない。そしたらマスカラ、目元仕上がりはこんな感じです。はい、そしたらまたリップ先に塗ります。108番を塗っていきます。こんな感じ。そしたら最後にブラッシュ、
これは普段チークを入れている場所よりも少し下めに入れていきます。結構私いつも入れる位置が高いんですけど、指一本下ぐらいですね。この辺りにポンポンポンと結構顔の側面側から入れていきます。横から見ると結構入ってるんですけど、正面から見た時にあんまり色が分かんないので、もう少し手前まで引っ張ってみます。こんな感じ、こんな感じでシグニチャーカラーアイズ139番を主役に使ったメイク完成です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はスックのサマーコレクションの装置とメイクご紹介しました。皆さんはどちらのルックが好きでしたか。ぜひねコメント欄で教えてください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価、それからテパコスマニアアイカチャンネル、チャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。アイカでした。